俺ってバレねえとこねえかな。バレないところ。うん。俺のこと知らねえやつがもう参加してみたいじゃん。俺を知らないしヤンタマ参加型ねえかな。めちゃくちゃ騒がしいチャンネル見つけて、はい、母と娘と誰かで永遠に喋ってる。めちゃくちゃ騒がしい。これいいね。面白い。めちゃくちゃ面白いんだけど、これ何これ、これ何これ。ちょっとお前ら見に行くんじゃねえぞ。まだ動説増えたらめんどくせえからよ。まだ参加できますでしょうかって言ってみよう。行った行った。お前ら絶対書くなよ。行くなよお前ら。はい、タイタカハルさんかな。はい、よろしくお願いします。タイタカハルって呼ばれた。よし、まだ参加できますでしょうか。できますとも。タイさん、タイさん、タイさんです。どうも、タイさん、悪霊タイさん、悪霊タイさんって言われてる。ダジャレ、タイさんは悪霊タイさんだって。何そのダジャレ、初めてだよね。何そのダジャレ。タイさんありがとうございます。タイさん、タイさん、悪霊タイさん、あ、それそれみたいな。何この言ってんだけど、何この人。オッケーいいよ、リスナーも誰も気づいてない俺って。オッケー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 、いいよいいよ。俺久しぶりというか初めてかもしれない、気づかれないのここまで。高井さんって黒ジャージの方よな。誰？いや、あの高原さんって参加希望してるじゃないですか。なんか黒ジャージにおったような気がして。マジ？マジで？名前だけお借りしてるんじゃなくて？名前だけお借りしてる人だって言われた。名前だけ。ちょっと一人だけ、さすがに偽物なんじゃないですかって誰か一人だけコメントしてこい。マジ一人だけね、一人だけ。あ、オッケー、ナイスナイス、スティッチさん。いや、この人新域にいるとか言われてる。ナイス、ナイス、ナイス。おい、新域でいるの。3人も行くなよ。怪しいだろ。お前らバレるからやめとけ。お前キノコ虫とスティッチとイタンって呼ばれてんじゃないか、お前ら。いや待って、同説すごいんだけど。何、60人もおる。いや、やべ、同説バレした。ちょっと待って、びっくりした。やべ、同説バレした。あ、いや待って、ライブ配信してる。待って、怖い怖い、ちょっと待って、本当にごめんなさい、なんかごめんなさい。ルーム参加で待機しとるってバレついた。くそ、チェックされちゃう。めちゃめちゃ恥ずかしい、マジ。ついてねえ。これで負けたら恥ずかしいな。これでラスになった。ラスのフラグ立ってるよね。どうも、マージャンプロレスって入ってきて、トンさんぐらいで飛ぶんでしょ。一番、俺マジこれ聞くよ、 M リーグに影響するよお前、これで負けたら。いやマジで言ってほしい、娘さんとかに。大井さんがラスったらこいつ偽物だわっつって。こいつ。チャンネル登録しようぜ。もうこちらこそすみませんってでっかい字で。クソ、バレちまった。これね、待機の時間長かったね。確かに調べられちゃったね。確かに確かに。うん、いや、これはプレッシャーだ。俺も M リーグよりもプレッシャーだよ。マジ負けらんないよね。さすがにもうラスになったら、うん、明日の M リーグ前の動画で投稿ですよ。きちぃきちぃ。よろしくお願いします。ゲノゲノマージャンプロです。誰がやねん、誰がやねん、誰がゲのゲやねん。ハイパーいいぞ。ドラから切ってんだけど、ちょっとねえ、ちょっとお母さん、お母さん、第一だ、ドラなんだけど大丈夫。お母さん、なかなか見たことねえ捨て牌になってきたぞ。みんな数万ラグ、数万ラグった今。いや、これ関連マン狙おうかな。関連マン狙ってみるわ。数万ラグったよね。偽ラグだったらやだな。向いて失敗した、これ。素直に2万切っときゃよ。いや、これミスったかも。いや、俺これミスったわ。完全に死んだ。はめられたわ。やべ、ラグとか言って調子こいちゃったよ。一番ダメなパターンだわ。いや、いっそ3枚切れ。いや、マジでバカなことしたわ、これ。反省だわ、これ。最悪だな、これ。リャンマ、え、またラグ？またラグった、今。リャンマンもラグ？これ、川すごいんだよ。第1弾に E1 切ってて。見て、これ、トヨピ。ウルトラ迷彩。ウルトラ迷彩だから、これ。
リーチ、ドライチ、親、ウルトラ迷彩。はいはいはい。うん、でも全突破されちゃって、ウーソーとか嫌いちゃって。3万ウーソーって嫌いちゃってんだけどね。リリさんに、ウルトラ迷彩が効いてねえんだけど。ね。やべえ、リャンマン持ってそうな人にリーチされた。やべえ、これ全然やべえ、死んだよ俺これ。一番やっちゃいけねえことやっちゃったよ。数万のラグを意識して、ムカタフ何やってんだよこいつ。上がってんのか。撃てよリャンマン。そい、おお、裏ドラ1枚乗れよ、1枚乗れよ、1枚乗れよ。よし、よし、あぶねえ、あぶねえ、ラスるとこだぜ。あぶねえ、くそ、ラスって欲しかったな。もう俺降りるからやば、もう俺アマチュアを相手に、アマチュアを3人を相手に、当たり前だよお前。いいよ、じっくり考えて。相手は世界一だからね。一旦リーチしよっか。相手は世界一だからね。押してくんだよ、一発目。一発目必ず無筋なのよ。パワーピンも来たよ。いいよ。リーチ死ぬ、しないでって言われてんの。マジか。しなきゃよかった。くそ。な、リーチしてるんだけど。俺を差し置いてリーチしてる。娘さんが何、俺を差し置いてリーチしてるって言ってんの、俺に。面白すぎやろ。面白すぎやろ。うん。これ空気を読まずにムカタフが上がるか、俺が上がるかだな。二択だな。うん。あ、赤い。あ、赤い。赤い。赤い稲妻。傷ついた。お母さん。お母さん。パンプレ。桜さん、お誕生日ありがとうございます。ありがとうございます。お母さん。お母さん。お母さん、これ娘さんが、77届かなくなりましたよ、お母さん。娘さんが。あ、来た！来たよ！いい街か？とりあえずは、俺は降りるけど、これ結構いい街じゃねえの？結構いい、おい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 、ロンじゃ、ロンか？勝ったー！マンガンじゃないこれ。面皮、あ、羽マンだ。羽マン。羽マンだよ、おい。娘さん。お？お？おめでとうございます。2着。勝ちました！ちょっと待って、行ってこう。あ、じゃあ早く出なきゃいけないの、これ。ちょっと待って、どうやって出んの？お騒がせしました。楽しかったです。オッケーオッケー。挨拶できた、ちゃんと。お、ありがとうございました。すいません、お騒がせしました。ちょっとなんかたまには参加型に参加してみたいっつって、僕のこと知らない人のと麻雀打ってみたかったんですよ。ありがとうございました。お騒がせしました。じゃあ、ちょ、いい誕生日になったな。明日 M リーグだからさ。うん。あー、とんでもないっす。明日の本番見なくて大丈夫です。地獄のアベマのコメントなんか見せたくないよな。確かに。すいません、ありがとうございます。もう本当気にしないでください、本当に。応援してます。頑張ってください。チャンネル登録しました。ありがとうございます。君たち、ちゃんと応援してやれよ。この親子の方たちをな。うん。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。こっちの動画を見てね。